はい、おはようございます、今は朝の7時半です、朝食を作っています。はい、お湯を沸かしました。これを これを注いで、残りを全部。人参を切ってます。で、今クックしてるのはこういう感じでクックしてます。もうほぼできたからこれを切ります。一応コンセントも抜いていきます。出たからお茶を入れます。残ったお茶は今日のお昼にのために持っていきます。はい、お茶を入れました。で、ここへ、こういう感じ。このこれは便利です。もうパンを買う必要はありません。これもほとんどなくなったからまた2つ買い足しました。ここは机です。ここで寝ておきます。はい、いただきます。あ、これは冷凍の野菜コロッケみたいなやつ、それにキャベツと、豆ですね。豆の缶詰。で、これにちょっとこう塩をかけて、食べます。はい、いただきます。はい、完食しましたので、今から食器洗いをします。このお茶を作ってるこれをこのティーバッグがここにあります。これを使ってこうチュ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 っとこう洗い物を済ませてここに置きます。片手で洗い物ができないので一旦切ります。洗い物が終わりました。こういうこれはもう一個のやつやけどさっき同じのを使って、このゴミ箱に捨てました。今日のゴミは卵の殻とこのお茶のティーバッグです。調味料群があります。で、ここでクック、ここがウォッシュルームとお風呂です。この上にもロフトがあります。このロフトはこうやって階段はしごで上がれるようになってます。こんな感じです。
今日は4月4日火曜日です。道が割と空いてたので、ただいまの時刻は10時20分です。2時間かかりませんでした。1時間50分で、到着しました。昨日のこの部分かもう固まっていると思います。こんだけの寸法このブロック切るよりもこのセメントで作った方が早いから、はい、うまいことできてます。今日は水糸を張ってまず このラインをやっていきたいと思います。でこれを基準にして、他のラインを並べていきます。以上です。あ、それとあの YouTube がなんか、バックミュージックが著作権に触れるとかで、見れなくなってるようなんです。ねえ、こう機嫌ように音楽かけながらやってたけども怒られてます。もう音楽なしで、作業を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。このレーザー墨出しで寄ると、一番この部分、ここが一番高くて、あっちの方でだいたい1センチぐらいの差があります。そんなんでこれを基準にしたいと思います。これより高くまずこのブロックを置いていきたいと思います。高くてこれ、ここに置くブロックよりもと同じ高さぐらいにやって、こいつを基準にしてあとずっと並べていきたいと思います。まずこれを決めて、それをブロック積んで、あと水糸を引っ張ってこの間をまず作る。でこれを基準にあとやっていきたいと思います。まず混ぜ太郎をやります。なかなかしんどい。よいしょ。音楽なしで作業するいうのもね、なんかあんまり楽しくないですね。よいしょ。機嫌ようにねやってたのに怒られて、もうならもう赤人がなんか歌いながらせなあかんかな。もう著作権関係ないもんな。何の歌を歌いましょうか。何も。よいしょ。もう混ぜ太郎の混ぜ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 は面白くないからね。
も鼻歌が思いつきません。どんな歌やった？出てきませんわ。ああ思い出した。チャララン、ラララン、ラララン、チャララン、ラララララン、チャララン、ラララララララン、チャララ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 ン、チャララン、ラララララララン、チャララン、ラララララララン、あらら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 。歌詞が出てこないわ。いつか知らないところであなたに抱かれたの、いつか知らないところで朝が明けるのと夢と願ったそれだけで愛の誓いができたの。今ではと遠い恋愛とか過ぎたことみたい。チララ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 ラ。もう思い出しません。まだ暑いな。服も脱ぎます。セッティングもなかなかこう難しい。こう水平と、まあ、そのこの作業の様子とかバックがうまいことこう構図を考えてやらないとね。これがこれがまっすぐで、こっちは外から見えるところは目地も埋めとかないとね。でこれがまっすぐかどうかやかな。はい、次はこれを基準にしてこっちをやります。5ミリ上がる。この線から5ミリ上がる。
線から5ミリ上げる。はい、このレーザーが この間がだいたい5ミリぐらいですね。このこれの底辺と5ミリぐらい、こっちもこの底辺とこれが5ミリぐらい、それでこれとこのブロックとあのブロックが、あ、どれ、どのブロックか、こう、このブロックが、あ、ホライゾンタルになりました。もうご飯を食べに行きたいと思います。昨日あの木に花が咲いてると思ったら花じゃなくてただ葉っぱが出てるだけでした。花がなんか咲いてるように見えた。今日は今まで食べたこともないものを注文したいと思います。軽くチャーハンかなんかを注文したいと思います。今日はこのエビピラフというのを注文します。これかな、これはドライカレーかな。はい、はい、エビピラフが来ました。今日はたくさんお客さんが来て、2人ほど待っております。今日は家からリンゴを持ってきましたので、剥いてデザートにします。お昼のピラフ、あれはあれでなんかもうお腹がいっぱいになってしまいました。これもちょっともう
まあ、頑張って食べます。ミュージックがないとどうも元気が出ません。くる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 回る回転木馬チャ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 チこれをお皿にしてお皿にしてもう眠たくなってきます。このおっさんのリンゴ食べる動画見てもしょうがないよな。眠たい。ポカポカしてお腹いっぱいになって眠たい。今日はレストラン満員やった。満席で二人待ってはった。
ほんまこう静かなとこやわ。何の音もせえへん。自分のリンゴを噛む音だけが聞こえる。撮影してなかったら別にこうやって独り言を言うことはないです。なんか面白いことを言おうかなとか思うんやけども、何にも思い浮かびません。この黒いシャツいうのは暑いわ。こうシャツのとこだけ暑い。熱を吸収するみたい。太陽がギラギラいう感じです。日差しは強い。このリンゴの名前は王林っていうらしい。王様の王に林王林。お昼行ったレストランローズマリー言うねんけど、一番ローズマリーって聞いてまず思うのはローズマリーの赤ちゃん。そんな映画があったけど、きっと怖い映画やったんやけど、多分見てないから、家帰ったらちょっと YouTube でローズマリーの赤ちゃんを見てみよう。こんだけ食べたらいい。これは自然に帰るからもうその辺に捨てます。落ち葉と同じ理屈です。これはまた家に持って帰って洗います。この袋はゴミ袋になります。これなんかタバコ一本吸うてふーっとしたい気持ちやな。
もうタバコやめて長いことになるけど、タバコやめるときに70歳になったらまた吸おうって。70になりました。またタバコ吸いたいなと思うけど、タバコも吸うといろいろこう不便があるよね。こうマナーもわきまえないかんし、タバコがなくなったら買いに行かないかんし、でタバコとがんの関連はないみたい。ないみたい。タバコと肺がんとの関連性は全然ないみたい。タバコ、煙、体に悪そうなんやけども、割とフレンドリーなもんなんかもね。だからあんまり、タバコを毛嫌いするようなもどうかなと思います。何がなんやら分かりません。風で飛ぶからこれはまた出てて作業を始めます。風が吹いたら寒いような、不思議な、風自体は冷たい。眠たい、それより。そこのコーナーにブロックを置きます。撮影してもしょうがないから、一旦撮影をストップします。そうや。撮影をしてない時は音楽かけても大丈夫ね。そうします。ね、機嫌ように作業します。グッドアイディア。そうそう、あんまり大きな音で音楽かけたらひょっとして近所の人の品種を買うから、まあ怒られん程度の音量でミュージックをかけて作業します。もう70になってももう怒られたさんです。あと10分で4時半になります。今日のやったところ、はい、これがここまで着いました。明日は階段ここを積んで、あとここから向こうまで積んで、あっからここまで積んで、あっからここまでずっと積んで、ここももう一段積みます。そしたらこのブロック積みは完成です。前は終わりました。で、こんだけのスペースはセメントを流してます。だいたい3センチぐらいの隙間です。で、明日のためにここへ置くブロックはここにあります。そこに置くブロックもここにあります。で、これは余ってるブロックやな。このブロックは
入れます。この5つのブロックは不要です。またどっかで使うから置いときますけど、で、あとのこの普通ブロックをこう積んでいきたいと思います。こう積んでいきたいと思います。で、この普通ブロックの穴にアンカーを入れて、基礎の4x4 の木をネジで留めます。以上です。 Thank you for watching. See you tomorrow.